あの森田健作さんもさ、ね、この短い春の日に何をやればいいのか、涙も預ければそれでいい、心の傷だって価値がある、悔いはないかに燃えたかに、それを自分に聞いてみよう。この短い春の日に眠ることはできない、疲労に合うことは二度起こらない、今日さえ半分は背を向けた、悔いはないかい生きたかい、それを自分に聞いてみよう。恋する想いなら優しさを、友への言葉なら真実を、悔いはないかい生きたかい、それを自分に